そういう設定のゲームだったの？ということでバーガータイムです。アーケードの名作ですね。当時僕もアーケードで遊んだ記憶がありますよ。ただ普通にさ、ハンバーガーを作っていくゲームだと思いきや、あんなさ、野菜たちから恨みを買っているような料理人だったとは知らないよ。こうなってくると僕はね、あそこでさ、目くじら立てて怒ってるさ、店の外でさ、チラチラ窓から覗いてる連中、彼らに同情したんだけど、僕だけもったいないお化けってことでしょ。そういう設定だってんの、このゲーム。ソロバーガー、はい、お願いします。初めてのバーガー。胡椒をすぐ使い切っちゃうやつ。そうなんですよ。床にある具材に乗ると下に落とせるぞ。すべてのバーガーを完成させればクリアだ。上をね、あ、スティックなのね、きっとね、スティックだ。上を踏んづけていくと落ちると。で、落ちた先のバーガーが完成するというね。すごくシンプルなゲームで、見栄え的にも当時ね、目立ってたんですよ。楽しそうだなーっていう雰囲気を醸し出していた。僕の記憶ではすごい好印象のゲーム。具材は上から落とすとすぐ下にある具材も一緒に落とすことができるぞ。ルートを考えて効率よくバーガーを作ってみよう。はい。なんで、こういうこと言ってんだよな。こう、上から。そこ登れねえよって？そうなの？ああ、なるほどね。端っこ欠けてるもんね。そもそもあの奥にいる連中はこれなんじゃないの？全然効率よくない剣について何度デマよこれ。何度デマかかってるのさ。で、こうやって作ったバーガーはさ、余ったやつ捨てるんだろ？で、また新たな恨みを買うんだろ？野菜たちから。ステージによって作んないといけないバーガーの個数は変わるぞ。今、敵はさ、こっち側にやってこれない設定になってるからね。ただのアクセサリーだよね。インテリア扱い。インテリアピクルス。でもこの主人公には主人公の言い分がきっとあるでしょうから、もしかしたらゲームを進めていくうちに彼視点のね、ムービーシーンがあるのかもしれないからね。そんなのを期待しよう。すんげえ恨み買ってんじゃんだって敵に当たってしまうと倒されてライフが減ってしまうぞ。ライフがゼロになるとゲームオーバーだ。うまく逃げてバーガーを完成させよう。すげえ、なんかホットドッグ調だけどね。あ、スティック難しいな。今全然僕の意図した方向に行かなかったな。でーん、バーガー言いながら普通にホットドッグ。
ホットドッグは新しいな。敵に具材を上から乗せると押しつぶして倒すことができるぞ。早速試してみよう。な、こんな風にね、ソーセージ入りみたいなね。新モード解禁、メインバーガーが遊べるようになりました。1から4人で挑戦できるパーティーモードです。イエーイ、バトルバーガーが遊べるようになりました。2人以上で遊べます。白熱のピーター VS モンスターを楽しもう。じゃあ僕はモンスター側につこうチャレンジバーガーのクラシックが遊べる。昔のバーガータ…何それやりてえ。メインバーガー多人数で遊べるようになったんだ、このゲームが。面白いね。じゃあひとまず一面は遊べるみたいなんで行ってみようか。多人数プレイのバーガータイムってどんな感じなんだろう。まあ多人数を想定してやっぱスケールがでかいですね、ステージの。あ、胡椒の補充がある。補充があるなら、えい。で、上から、ドーン。で、終わりかな。あ、なんか上に、コーヒーカップが。面白かったよ。おしまい、おしまいか。んでクラシック、これは懐かしい、懐かしい感情が湧いてきそうですね。ステージ2まで遊べます。ちょっと待って、全然懐かしくねえんだが、僕が誤解してたようですよ。てっきりあの アーケードのあれが遊べるのかと思いきや、思いっきしリメイクっていう。ま、誤解してた僕が悪いんだな。てっきりあの当時のあれかと思ったんだ。鬼の形相でやってきたよ。何あのナゲットみたいなやつ。固まって、あ、みんな上がっちゃうんだ。これもクリアですね。クリア。まあ上から行きたいよね。上から行ってカルダを引っ張ってきて、ピューンで乗せて、ピューンと。胡椒がなくなりました。あ、そこにあんじゃん。
胡椒の補充があるのは嬉しいね。あやべあやべやべあやべあやべあやべやべやべ。ここ危ねえよ。ここあいつ結構早いな。もちろん胡椒ください。やられたやられたやられたぜ。むじいなむじいな、これお、なんか手に入れたよ。ずるいアイテム手に入れました。死んだあ、まだいけるって。あ、よかった。まだ大丈夫だ。まだ大丈夫だそうです。よかった、これでクリアか。ギリギリでした。なるほどね。まあまあ一番の驚きはね、裏設定っていうね、このバーガータイムのね、そもそもね廃棄されたねレタスとかピクルスが怒って襲っていたっていうね、そういうことだったのか。一人で。そうですね、シティってのあるけど選べないのか。じゃあこれこう。次々と現れる敵を倒して生き残れ。次々と現れる。まずさ、この人が敵なのかどうか教えてもらってないんだけど、敵ってことでいいの？まあ、敵なんだろうな。なんで、話し合えばさ、分かり合えるかもしんねえのによ。あんだけいがみ合ったさ、翼とヒューガだってさ、話し合ったらさ、心の友になってるじゃないか。こうやってさ、なんかよくわかんねえ、上からの指示でさ、敵を倒せっていうふうに言われただけでさ、敵っていうふうにさ、判定するってどうかと思うよ。本当の敵はさ、こうして我々いがみ合わせてるさ、敵を攻撃しろって言ってるそのナレーターの方なんじゃねえの、なんて産主は思うよ。タイムオーバー。はい、終わりました。リザルト丸バツバツんで、お、わ、り。終わり。宇宙世紀 00791 月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。
戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。笑っちゃいけないんだけど、さっきまでさリアル闘神だったから急に SD になったから笑っちゃった雰囲気めちゃくちゃいいな、まるで映画だなと思ったんで、ね、このギャップ。味方はハロ、回線つないで。了解了解。りょ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 、うかい。ハロー小隊長、ハロー小隊長。選択、うー、ユノの個人端末か。ここはどこ、私は誰。なんかこれ狙いすぎだからこっちがいい。そうだ、俺だ。意味は分かんないけど。起きろ小隊長君、先に聞いておきたい。認証コード確認。もう下手にさ認証番号とか教えるもんじゃないよ、スマートフォン乗っ取られちゃうよ。名前を登録しろここで戦う君の名を。僕の名、マルチプレイ時に設定したプレイヤー名が表示されます。アルカ・アドニス。なるほど。神田講師と申します、よろしくお願いします。登録完了。階級は少尉、地球連邦軍所属、特務小隊、独立混成機械化技術支援小隊、通称ギャザーロード隊の小隊長。なるほど、今回選ばれたのは君か。バイバイ小隊長、時が来ればまた会おう。 G の空で。バイタル回復。小隊長大丈夫？オデッサ作戦は始まってるんだぞ、しっかりしてください小隊長。すぐに機体を再起動して小隊長。そういうちょっと記憶を失ってしまって操作がまるで分かんないよって感じなのかな。1番分かった、出るぞ。2、機体のデータ通りだっただ。3、これは2度目の出撃なのか。じゃあ分かったふりはしないで、ここは素直に。まだ夢の中にいるの？もしもし、オデッサ、オデッサの激闘、鉄の嵐、鉄の嵐。カンダム、うまい戦艦ダブで知ってるよ、ウブ主レベルでも。素人なウブ主でも知ってるよ、ダブで。このオデッサ戦線で自分たちの運命を。リナ、歴史を変える何かが起きたことをギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。僕だけが感じていた。ミッションスタートで。マーカーに従って目的地まで移動して、ステップ、ダッシュ、ジャンプ、確認しろ。ブーストリ、この先おせえな警戒して。カメラ回せ。
思ってたよりも遅えな。どこに敵がいるかわからないですからね。すんごい楽しい雰囲気です。ロックオンしたよ。ん ?2 種類の攻撃ができます。そうですか。格闘特殊、当たんねえよ。打ち上げ攻撃。はい。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。やられた。早くも2機目のタックを撃破。なんか固まっちゃうな。どうしたろう。まあまあ、多分こういうモードだからかな。あのね、全然動けねえ。おめえはそっから入っちゃいけねえ言われてる。回転切り楽しそう。怖い長押し。上がってくれ上がってくれちょっと上がってくんねえ。そこまでどうしたらいい。上がってくんねえ。おい、あそこまで上がれねえんだけど。ああ、そういうのがあるわけね。オッケーオッケー。なんだオペレーター、そういうのがあるのね。おめえらちょっと距離近くねえかそれ。はい、やったー。ジャストガード、なんかよくわかんないけどジャストガードしたそうです。ジャストガード、なんかわかんないけどやったそうですよ。リペアキット、HP 回復、長押し、キュイーン。あ、最高だね。みんなはいいの？みんなそれどころじゃねえって。ピュン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 。一体何が？それは後で
見。イレギュラーデータ発見。随分便利なものがあるんだね。今のがあったらさ、マチルドさんもさ、リュウさんもさ、いや何でもないっす、スレッガーさんだって違う未来があったかもしれないっていうのに。ジェネレーションシステムスタンバイ。ガンダムガンダムガンダム。これ乗れるの？あれ乗っていい？緊急ブレイクアウトの負荷でデータが不安定になってる。何を言ってるのかわからないんだけど。それに2号機と3号機はどこ？待った、ミロ姉さん、それどころじゃないんだよ今。この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。つらい、大変だ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長祈祷します。アムロ総長は？奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。ユノのブライトノマン注意、私たちホワイトベース隊なの？なんかいっぱい出てきたよ。これはどうだ。今度はジオン軍の通信を傍受。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。はい、ダルタイ。これ原作大好きな方にとってはさ、あそこのあれだってなるんでしょうね。やりましたよ、こいつにとどめよ。あそこのあの場面だって。エンプティ。今はとにかくホワイトベース。総隊長さん、どんどん進んで。後ろになんかいるらしいんだよね。なんかいる。到着到着。まだなのか、これ。連邦の強いやつか。見ていたのと違うぞ。我々の標的はあくまでもここだ。モビルスーツごときにうろたえるな。しかしあの黒い血の足、ガンダムによく似ている。連邦もいよいよモビルスーツの量産を始めたという。飛ばす。落ちる。かわせるか。そこ。強襲揚陸艦ホワイトベース。迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユウノ遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサの歴史が変わっちゃう武器がねえ到着到着到着。まだなのか。武器がね。これはどうだ。回復だ。終わりはしない。到着到着到着。かわせるか。あ、そういう感じなのね。今やっとサブの2番折り返しました。ワーニーワーニー。
お前たちザクとは違うんだよ。別のモビルスーツに変わった。叩く。いやディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。ゲージ。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃する、ね、難しそう。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか。邪魔するやつ、まあ、多分ガードでやり過ごしてガードで今のうちみたいな。本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの？ランバラル隊がいること。到着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 でガード。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの場所はここじゃない。ちょっと待って、逃げ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 、キュイーン。よし、ガードガードガードからのガード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 。なんで完全に壊れる。ミノ姉さんだって、ごちゃごちゃうるさいな。俺にはわかんないよ。私もよ。でも確実なのは今だ。今の状況は間違ってるってこと。バックアタック。触れたね、ミノ姉さん。バルバトス。ブレイク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 した、ブレイクした。ブレイクしたよ。みんなブレイクしたよ。言うこと聞かなくなった。回転切り行くぞ。おう、スパ L と R 同時押し、ボールとの連携プレイ。落ちろ。やるな。どうしたバルバトス。俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。やった。じゃあちょっと水浴びしようかな。どうなったの、説明してもらいましょうか。はい、サムネブレイクアウト。レベルアップ。疾風を解放したぞ。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは。小隊長、彼らの姿を見た。2号機3号機の確認をできていない。ホバートラックの人員はどうなんだ。すまん、言うのばかりを見て。小隊長、そんな冗談を言ってる場合じゃないでしょ。でもさ、オレンジ色になってるってこと、なんか起きてるの。そもそも戦闘中にどうやって見てたんだって話になるしね。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんと犬姉さん、あとはハロ君だけだからね。ハロー、ユノ。ハロー、ユノ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの。残念、ここはイリオンステーブル。この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよ。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは
落ち着け、ユノ。脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ1年戦争にアクセスしてみよっか。まずはザク 2F 型を強化してみましょう。なるほどね。強化しますか。はい、レベルアップ。もっと強化したかった。なるほど、 MS 解析で超隊長。ほう、これで機体の強化。最後にブレイクゲ、それだけとは限らないよ。本来はランバラル隊のグフと戦って、アムロレイ総長のガンダムがそれを退ける。ガンダムかっこいいな。ウブヌシね、ガンダム好きなんだよ、初代。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけどジオンの新型モビルスーツ、初めてカード出すっていうのが投入された時、世の中に第一弾のさ、ガンダムのデザイン見て、もう僕のね、こう心を震わせる、なんか金銭に触れるものがあってさ、 SD ガンダムのほんとシンプルな初代ガンダム、めっちゃくちゃ好きなんです。ウプヌシ、ちょうどいいか。木星船団に乗り込むよりは近い。大丈夫だって。だから SD ガンダムのカード出すの第1弾全部揃えましたもの。最初があのニューガンダム、ちょうどニューガンダムの公開の時にね出たんだっけ。全部集めたよ。で、そのブレイクミッションって。イエス、ハロ君を操作すれば。ブレイクミッションではフラグメントキー、他のパズルで、パイロットカードもあってね。パイロットカードもおしゃれで、アムロが欲しくてアムロが出るまで頑張ったよ。サクラ、私たちの他の人が巻き。はい、操縦には何の違和感もない、やれるさ。あのね、操縦の仕方、右に全部一覧表出してほしいです。サクラ、お前のために頑張るよ。さっきまではさ、ユノとか言ってたのにさ、ユノのプログラムで。問題は管理システムのミッション選択。私たちが、そうだ、ビームが効きにくいってこと。正解。あのとんでもないガンダムに対抗するのに、ガンダム対ザクは伝統だから、ね、そう、横向き、正面のあのニューガンダムもあったよね。正面っていうか斜め正面みたいな感じのね、めっちゃくちゃ好き。だから僕はニューガンダムに愛着があります。お、コンボ、コンボ、攻撃を連続してヒットさせることをコンボという。そのなんだっけ、スーパーって結局最後はさ、スーパーファミコン版のウルトラマンじゃないですけれども、最後はこのスーパーでとどめさせないといけないシステムだとしたらさ、このスーパーを発動できる条件をちゃんと覚えないとダメなんじゃない。スーパー、リキャストゲージが溜まると発動できるアクション、強力な攻撃を行うスパだけでなく性能が上昇するスパがある。またスパを当てた敵はキャプテルを多くドロップします。じゃあそのリキャストゲージについては、リキャストゲージってのはどこにあるのかい。そのリキャストゲージの上げ方を覚えないとさ、スーパーファミコンのウルトラマンみたいに永遠と終わらないんじゃねえの。そんな気がしちゃってるよ、僕たちは。チクチクやってもさ、キリがなくさ、あーやられちゃいましたっていう絵が見えてるよ。そのスーパーを早くやったもん勝ちっていうゲームなんじゃないの。そのリキャストゲージっていうの知りたいな。でもパッと見ねえな、リキャストゲージ。まあしょうがねえな、ねえならしょうがねえな。オッケー、じゃあミッション行こう。ミッション、出撃するミッションを選ぶことができます。はい、じゃあストーリー行こう。ストーリーミッション、まあ得てしてこういうのってなんかさ、寄り道、なんかチュートリアル的な寄り道すると
いいことがあったりするとは思うんだけど、もう行っちゃおうよ。未来の報酬、難易度初期でいいです。で、おお、なるほどね。じゃあこちらで同じ操作なのかな。これまで授かった、指導されたあれがゼロになっちゃわない？本当にこの間に自立型無人 Windows から Mac に乗り換えて大丈夫？ウィンドウを閉じようと思ったら真逆だよ。なんてね。というわけで今回のミッションは、僕の中のイメージジオン軍がアップルって感じがするもん。火星の自治権を得るために。あ、なるほど、エドモントンっていう都市だよ。エドモントン。私たちの宇宙世紀ではジオンの独立戦争、その中心にはいつもガンダムがいる。エドモントン。私たちの位置は団長さんから通信つなぐよ。つないでくれ。もう徒歩で行きます。今から最後の攻撃に出る。もう好きな方にとってはさ、もうワーキャーしてんじゃないの？ちょっと待って、あれ盾持ってねえんじゃねえの？ちょっと待って、ジムの良さはさ、あの盾、ちょっと待って、盾持ってなくね？ちょっと待って、盾ないのきついよ、ちょっと、盾、おい。最初のあの日から。これ負けたわ、盾がねえんだもん。盾ねえんだもん。もう、ちょっと待って、機体解体でーす。盾ねえんだもん。これ盾じゃねえだろ。あ、これ盾ね。あ、オッケーオッケー。僕が勉強不足なだけだったわ。あったあった、よかったよかった。盾ないとか終わってると思ったけど、よかったよかった。なんか心なしかジムの方がさ、この倒竹攻撃が強かった気がするんだけど。4しか与えない。敵が強くなってるのか。倒竹が弱え。敵が強いんだろうな、これ。敵が強いっていうに信じるよ、僕の氏は。あ、それ強いよ。それ強え。それ強いわ。これからはそれだわ。曲がいいね。ブレイク発生。大変だよ、橋だよ。橋って言ったらよくコウウラキがさ、うちのスパロボだけど、うちのスパロボでよくコウウラキがさ落ちるきっかけの場所だよ。倒竹、敵が勝てんだろうな、これ。3しか当てんの、与えないから。僕はここで回復します。友軍、誰？まさき、まさき&希望、こねって。ちょっと、回復、僕で回復途中だったんだわ。来てくれ、友軍は嬉しいんだけど。じゃあ、あとは沸かした。あ、あと、あ、やったやった。よろしくね、あと、あとのことはよろしくね、あとのことはよろしく。全部潰す。三日月くん、ガンダム決まりさ。何それ、知らないけど。ぽーい。あ、僕のぽーい攻撃をかわしていく。そこだ。こう、やってる攻撃でいく。やってるってやりながら。どこ行った？いけ、ぽーい。よしよし。で、追い打ち、よし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 。これね、翔くんから去ったから、やってるみたいなね。僕のやってる攻撃、作戦やってる攻撃、誰だよ。いた。ぽーい。誰だよ、おい。よし。
で隠れる。いた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 。たまった。よし逃げろ逃げろ。ほーい、はい、美味しいところもらいます。出てこなければよかった。で今スパは溜まってる状態だね。スパ溜まってます。なんで今のうちに、ま、よし、君はいいのかい、君は回復しなくていいのかい。ワーニーワーニー、もうロックオンして速攻スパ打ちます。でまたそのなんちゃらゲージを食べます。ゼックス。まさかのまさかのゼックス。久しぶり。行くぜ。よし。ってことは仲間にノインが出てきそうだ。ぽーい。とりあえずは作ったこのエピオ、君が勝利する未来は見えないがな。とりあえずね、僕はここで回復をします。うるさいな。操縦者の未来を見せるシステムエピオ、そしてモビルスーツと操縦者が直結する荒屋敷システム、この辺りのデータが干渉し合ってるのか。ガードガードからのカウンター、ナイスナイス、バックアタック入ってる入ってる、からの僕のポイポイポイカプセル攻撃。おーい、もうちょっとでスパ溜まるから待ってて、もう一発スパ溜めればいけるから。ナイス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 。僕ちょっと回復いきます。ビル回復。カプセル攻撃。ぽーいぽーい。でガードします。はい、ガードします。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。やったみたいだよ。あとな、ちょっと三日月くん、無駄にさここのビール壊してんじゃないよ。三日月くん、僕見逃さないよ。もう敵倒して、もうゼックスを追っ払ってるのにさ、ここのビール、これね、犯人三日月くんだからこれ。この非常事態宣言で避難した人たちがさ戻ってきた時にさ、俺のビールがない、デスクに隠してたあの子に渡す予定だった婚約指輪。犯人は三日月くんです。ありがとうございます。ガンタン、あ、もうガンタンクにしよう。前線を全部三日月くんに任せて、僕を後ろからでガンタンクで統治します。あ、ロールがあるわけね。ロールっていうの役割ね。だからこれ一人用で今遊んでるけど、これ友達とかで遊んだらすんごい楽しいんじゃないでしょうか。何？ハヤト小林。じゃあ、あれだな、パシリにしようぜ。嘘。僕のヘッドスパ担当にしようかな。ヘッドスパマッサージャー。あ、ちょっと待って、やべえ、大好き。
はい、もう乗り換えます。ガンキャノンで、当然来た開始電が来た。やったー、やったぜー、やったやった。もう三日月くん首でいいよ。ブレイクミッション了解だよ。どうすればエドモントン以前、もうさっきまでユノって言ってたけど、これからもうカイくんだから。やってやったということで、ちょっと待って、まずはさ、ご挨拶よ、ご挨拶。いたー、これは出撃してくれんの。あれ、 A 君 B 君いるじゃん、ここにガンキャノンに乗ってくれてるのね。もともと民間人であり、避難民としてのホワイトベースに乗り込んだが、乗艦していた軍人のほとんどが負傷していたこともあり、モビルスーツパイロットとなった。戦争には非逃避的であり、そのひねくれた性格で周囲から反感を買っていたが、ジオンのスパイであるミハルとの出会い別れから戦うことを決意する。最高、やってやった。同行させる、もちろんだよ、もちろんですとも。お願いします。一応やりますか。最高だ。1番は開始伝で、で2番はピッコロ大魔王でお願いしますモビルスーツの操縦くらい。そういう感じじゃねえって。そっか、諸星くんでもよかったけどね。最高じゃん、最高だよ。もう行こう行こう。アフターコロニーの大丈夫、地球連邦政府。まずはブレイク現象を調べるのが戦闘の停止には、あれ、リニーナピースクラフト知ってる。パーによっては彼女を保護しないと。5機のガンダム、オペレーションメテオ。僕のにわかスパロボを通じて得た知識でテンションが上がるキャラクターたちが登場しております。友軍、最高最高。もう笑顔がこぼれてしまいます。え、カドル君言った？カドル君はすぐにやんないと。はい、大丈夫？僕のこのポイポイポーイ強えんだよ、このポーイが。おいポーイいくよ、おいポーイ、ほら強えんだこれ。ブレイク発生、やっべえ、一人でも厄介だっていうのにさ、あれ誰、ケンプファー、あ、グフね。大丈夫、到着すれば、我々の海でしょ、ほら、もう到着だ、これ武蔵弁慶作戦ね、これ海苦手でしょうから、もう到着。これもう、これでもう決まるよ、これ、このポーイってやつで、ほら、オズ、大丈夫、海辺にいる間がチャンスだから、そのサブ2に切り替え方が分かんねえな、サブ1とサブ2でできるんだけど、これでいけるよ、
大丈夫、海辺にいる。3番隊、左翼に回ってくれ。あ、そっちにいる。そこだ。上陸許したくないよ。これ強いから。カイの声が聞こえる。次々と降ってくるよ。おめえよくもカイに。あのバズーカランチャーみたいなの使いたいな。でも切り替え方が分かんねえな。L で切り替えは L と ZR は失礼、 R と ZR で切り替えられるんだけど、サブ2のやり方分かんねえ。任せて、この強いから、これ嘘のように倒せるから。中途半端なやつやった方がいいな。んで海でね、動きが遅いやつはこのポーイでいっちゃうから。ナイス、今のハヤトナイス。これでもうこれが当たればもう終わるから。よし、撤退だって言ってるよ。追わなくていいよ。追わなく、いやいやいや、追わないと、追わないと、追わないと、報酬報酬、そういうことを言うこと聞きません。報酬報酬、追わなくていいよとかね、ないからな、追わないと。ハロ、どうしたの急に。アラートって、その赤い光も追わないと。それ何それ、なんか始まっちゃった。あれが新たに選ばれた。カッコつけがやってきたよ。ガンダムラトレイヤー、ハーネスマーキュリー、出る。金を拾え。どこよ。見せてその力が。あ、これ？あ、もうスパスパスパ。スーパー。スパ王です。カラーのこのポーホイ。ガード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 できてね。プログラマーではないのかね。君は何者なの。そのモビルスーツは。ちょっとガードが、ガードキャンセルしてくる。ちょっと待って、一旦回悪いな。先作ってくるわ。いけるよいけるよ、あと一押しだよ。私回復回復、センズセンズ、デンデタイム、ハイパーデンデタイム入ります。フリーザでバレないようにね。ベジータにバレていいよ。ぽーい、バックアタック入ってるよ。もうピオリオ、ピオリオ、ピオリアン、ピオリアン、ボーイ、もう倒せるよ、もう時間の問題よ。はい、お疲れさーん。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おう、リトルレディ。待ちなさい、
敵エース撃破。イエーイやったな。ブレイクミス。それに私がガンダムどこにもデータベース、どこにも存在しないガンダム。元の歴史に登録し直せで、歴史への再登録って。もう一度あの時のミッション、ソドンの町近郊でランバラで耐えて戦うんだよ。ガンダムバルバトスが現れた。あ、ただ間違った歴史を変えるんじゃなく、ちょっと待って、史実通りに戦えとかできないよ。うし、史実を知らないから。私たちで史実を成立させる。できないできない、無理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 。その上でデータを登録し直せば、それがトゥルーミッション。やるわよ小隊長。じゃあ小隊長さん、トゥルーミッションを選択してみて。と言われてるけれど、そして拡張パーツ装備っていうのが登場しました。さっき手に入れたね、オートガード、いいね。そしてミッション解放。天才写真家です。バレた、ツーショットバレてたか。トゥルー。史実通りになるように歴史を追いかけるのがトゥルーミッションだよ。ブレイク現象が起きていなかったら、あの場にはアムロレイ総長がいたはずなのよね。そうそう、 RX78 最初のガンダムと一緒にね。総長さんを探しに出たフラウボーさんがラルタイに尾行されちゃうんだよ。それでホワイトベースは襲撃を受けちゃって。え、そんなところまで再現しないといけない。ホワイトベースに案内してランバラで隊員のグフとの戦いに勝つ。それを成り立たせるのがトゥルーミッション。アムロに丸投げでいいんだろう。でも大事だよね、敵だと思って戦ってきたさ、相手にだってね、尊敬できる人間がいるっていうのが分かるもんね。お、パイセンがいるよ。最高だなこれ。みんなで写真撮ろうぜ。いや、まあ、終わりで、あ、終わり際でいいな。早く行った方がいい？早く行った方がいいらしいぞ、お前ら。そのポイントっていうのは、あの P って書いてあるとこ？P を目指せ。 P どこ？
回り込めるルート。ちょっと待って P が変わったぞ場所が。あいたいたいた、 P に行くぞ、 P 行くぞ。ファミコン通信です。遅いぞ、何やってんの。お前には指揮者からの通信支援を任せる。了解です。ガンダムもそのまま戦列に復帰します。僕は来たけどアムロたちは来た。爆弾先行は重大だ。いねえな。今は頼らざるを得ん。いいな、アムロ。アムロ時間軸とずれてるかも。ホワイトベースが指定したままだ。本来ならトルついた時を背面飛行で振り落として上空へ退避してるはずなんだけど。背面飛行、艦内どうなっちゃうわけ。未来さん無茶するな。未来さん無茶するよ。良い意味で分かってないからね、やってることの難易度の高さを。よし、これが強いんです。ちょっとホワイトベースやられたい放題なんだから、ちょっと君たち。やっと来た、やっと来た、やっと来た。よし、あっという間にエンプティーになっちゃうな格闘が。よし、メッサ食らってない、大丈夫。あ、あそこから上から撃ってるよ。上から連中撃ってるよ。どさくさ隊がやばくね、これやばくね。結構大丈夫これなんか失敗しそうだよこのミッション。特にあの上から撃ってる連中がやらしすぎてさ。僕はあのジャンプできないんだけど、あの高さにジャンプできないんで、行ってきますよ出張徒歩で。だ、丘上の連中、ワーニーワーニー。あ、ちょうど僕いるよ丘上に。グッフ、ターゲット。ガンダムバルバトスにならなかった。あ、もう速攻スパ。ブルーミッションだからね。歴史は、しかもバックアタックスパって来たもんだ。兵士の運命を決めるとしよう。ガンダム、グフめ、手術を成立させるためにはここで勝たないと。聞いた通りよ、総隊長。危ない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 。なんかしびれるやつ出てきた。エースだってさ、こっちだって連邦のエースカイがいるんだよ。大丈夫だよ、僕はガードするよ奴の攻撃。今のうちほら、到着ガードが到着だ。いや、ナイスナイスナイス。正確な射撃だ。それゆえコンピューターには予想しやすい。サンクキングダムに戦闘したグフと動きが全然違う。搭載したコンピューターの違いなの。パイロットの能力が起動性能を限界まで僕のポイポイ攻撃。チャンス、スーパーチャンス。ボム。ブレイク中だよ。みんな行け。回転切り。回転切り。もらった。だからって負けられない。正体者、はい、ボム行きまーす。了解、僕たちでやるしかないんだ。気の毒だが、いただく。ザ、
ガンダム。しかし、こちらとて、まだまだ操縦系統が得られたわけではない。来た。このグフのパイロット、もしかしたら。ここだ、モニター回線をつなげるよ。モニターが。はい、スパイ来まーす。この少年は、やっぱり。お前は、さっきの王やか。僕らを助けたのは、ホワイトベースのポイントは。はい、終わりでーす。ボーン。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。神田くんの力で勝ったんである。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。じゃあ神田くんの性能のおかげ。待て、ラルさんへの脱出を確認。彼自身のフラグメントキーも見つかったよ。あとはよーし、やったな。ブレーク修正は完了。よかった。アムロ、アムロ総長、かいかい、オッケーオッケーオッケー。駆けつけるのは早い、撮るのは早い。行くぞ、はい、天才写真家です。よし。スリーショット、ホワイトベースを背景に、最高だぜ。何あれ、あれはドム？やったね。もうこれさえあったらさ、黒い三連星なんて怖くないな。ブラボー。トゥルーミッション。さっき回収したっていうピエスね。あ、その通り。ただ、なんだ、シャク。荒屋敷のデータをインプット。君の旗。エラー。ちょっとハロー。サクラ。他にもやっぱりサクラ。怖い。トゥルービッション発。この G ユニバ。前にブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど、他に違いはあるの？作戦開始の状況が少し違うかな。エドモントン。それを阻止して敵の目を。私たちは。あ、三日月くんね。え、急に秋広くんって出てきたけど。ちょっと、初めまして秋広くん。まさに急に秋広くんだな。筋肉ムキムキのマッチョ街だよ。同じ団員なんだから、うまく合わせてよ、ムネさん。プログラマーに。そんな対人能力を要求しないでよ。もうマッチョくんの圧にビビっちゃってんじゃん。さくらさんの影に隠れ、さらに胸元を押さえている。最高。残さずかかるよ、俺の全部。基本的に彼に任せたらいいから、みんな。これで最後だからな。ギャラルホルンド、とりあえずすぐ駆けつけよう。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。オルガなら大丈夫だよ。絶対にやり遂げる。こっから先は行かせ。私たちは三日月くんと町へ向かいます。筋肉体で敵を抑え込んで。当然だ。三日月こそ遅れるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。ブルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションには細かい際は。倒した。ガンダム、じゃあ行くぞ。話は別だよ。ガンダム決まりストレーター、絶対に必要になるピースなんだ。上がれねえ。変な壁があって上がれねえ。あ、誰が来たよ。客も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。ごめん、突っ込め。団長が出れねえぞ。お前たちの思いは
絶対に無駄にしねえ。あれ、ミッションデータの異常。団長さん、気をつけて。なんだって？やつらこんな街中にモビルスーツだと。どれだ、何が起きたの。小隊長、三日月くん、はい、行くよ。こんなとこにまでモビルスーツを。何をしている。とっとと押し返せ。この走って、ブレイクミッションの時に。この走ってって、走って言ったらスパロボでよくね、コウ君が被弾するとこだよ。はい、僕はね、ここで黄昏れます。クンデリア、すぐに行く。まだまだ敵機がいるね。片付けないと団長さんたちが危ないよ。心配しなくても、オルガは一度やるって言った仕事は絶対にやり遂げるよ。議事堂まであと少し。チュドーン、チュドーン。大丈夫、倒すべき敵は分かる。やったやった、シュドってやったぞ。じゃあ行くぞ行くぞ、任していい。もしそっちにまだ敵がいるんだったら任したよ。先にあの P の P というか破綻とか行くよ。ワーニーワーニー、標的出現。ゼックスじゃないんだ。はい、スパ行きまーす。ガードガード、よし、今チュドーン、チュドーン。危ない、ガード回転切り。これ背中じゃないのか、これ背中取ってない。ウィークポイント、お、ウィークポイント入ってる、ウィークポイント入ってます。みんなやり放題やり放題。チュドーン、チュドーン、チュドーン。回転切り、カウンター、チュドーン。はい、強築の時間。大丈夫？何？まだだ。もっと、もっと、もっとよこせ、バルバドス。任していい？ミカスキ君に任していい？そこ、彼が選んだ道だってさ。じゃあ任せるよ、僕はここでお弁当食べるわ。お弁当タイム。運動会唯一の楽しみ。はい、スパー行きまーす。いねえっていう、あれ、なんかずるくない？ワープした、今目の前にいたじゃん。まあいいけどさ。回転切り、あとはもう到着だ。ガード、
撃破。センズ。じゃあ早期そば食べに行こう。あれ解禁しちゃいましたよ。大丈夫？これ僕が使えるようになっちゃうと三日月くんのアイデンティティが崩壊しない？大丈夫？俺が一番うまく使えるんだみたいなこと言ってこない？バルバトスのパオ、そんな、え、うん、アフターコロニーの、いや、このブレイク現象がそもそも帰れる俺たちを知る謎のどれもないな。ユノ、ごま、落ち着いてき、管理システム、もう残念、先にないの、まったく、ハローも嘘。何？ SD ガンダムバトルアライアンス体験版のシナリオはここまで。お疲れ様でした。最後までプレイしていただき誠にありがとうございます。めちゃめちゃ面白かった。なんせさ、カイと一緒に冒険に出れるっていうだけで100点だよ。最高だよ。ちゃんと色の区別できるかな。やべ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 、よくあるウブドシド。あ、全然行かない、どうしよう、頼む。認識してくれ。よくあるのよね、これウブドシあるあるだから。てか普段からねボタン反応しねえときあるし。お願いします。ホールドがこれで OKOKOK、 ホールド見つけた。でこれでこれでいつも変換してたんだな。 OKOKOK、 ちょっとずつ思い出していくよ。はい、テトリス。ちょっと消しとこうか。ね、結構やばい。それね、それ結構やばい。早めに、早めに、早めに。それどうしちゃった？そんなとこお茶目な感じにしてどうすんの？まだちょっとね、もう見た感じ操作がおぼつかない様子がね出ていると思います。何してんのそれ。それ何がしたかったの。よいしょ。でも次第にね指がね勝手に思い出してくれると僕は信じてるよ。まあね、なんでそんなにね長いこと遊んでなかったかっていう理由は全然わからないんですけど、まあ一つはあれだよね、あのテトワンカップがなかったっていうのは大きいかもしれないね。他に理由があるとすれば、まあウブ主自身がいろいろね立て込んでたっていうね。
テトリス。そういえば KO はどうなってんの？ KO の方はどうなっている？ 1KO マジで？そんなね、大丈夫？1KO。 ね、相変わらずね、色のね、見分けミスがね、発動しまくっておりますが。あと下入力ミスね。下入力ミスも今ね、一発ね、ウブ主あるあるがね、発動しましたけど。でもそんなのもね、まあ笑いながらね、楽しんでいきましょうっていう。お、KO した？ありがたいね。音楽、どうしちゃった？めっちゃ厳かな雰囲気の曲が流れておりますが、セフィロスみたいな。セフィロス系の音楽が流れてます。もう僕はそんなにセフィロスのこと知らないんだけどね。むしろナミロスだからね、知ってんのはね。ナミロスって誰って思われるかもしれないけど、ウブ主にとってはセフィロスよりもナミロスの方がね、愛着あるからね。あとタシロスね。着々と義塾大学が稼げているのかな。そろそろカウンター式に切り替えてみる。この辺はウブ主フィーリングだからね。この辺マジフィーリングですからね。何かセオリーがあるわけでもなくね、なんとなくでやってますからね。それ良くなかったな。突然目の敵にされてるよ。どうするどうする、間に合ってないです。曲がめっちゃかっこいいです。あれ優勝しちゃう？ウブ主優勝していい？あ、ちょっと調子乗ったかも。ちょっと調子乗るのが早かった。ね、欲しいの来ねえな。ちょっと調子に乗っちゃった。調子に乗るの早かった。噛み合ってないだけど、相手もかなりもたついてくれてるおかげで、はい、優勝、半年以上ぶり一発クリア。
イエイイエイイエイ、テトリス楽しい。もう相手の方からしたらね、もうミスりまくりのね、この立ち回りね申し訳ないんだけれど、でもね、おかげさまでね、運があってね、勝てました。ドンカーズコメントありがとうございます。帰ってきたぜテトリス99。お、一発でコングラチュレーションズ。まあ、過去にいただいてますからね、